今日はね、重要な場所に来ましたよ。ね、まずね、これをご覧ください。わかりますか？ね、これがね、圭吾君がね、言ってる。まあ、昨日マジで思い出す。まあね、一部のね、ことなんでしょうね。圭吾君はね、いろんなことをね、まあ、分かってるというか、知り尽くしてるというか、感じてるというかね、まあね、すごい人なんでね。でね、この場所がね、まあ、じゃあどこなんだと、ね、いう方もいらっしゃると思います。まあ、ここですね。このね、東京タワーのね、まあ、ふもとと、いうんですかね、そこに、あの、ね、キーとなるマークがついている施設があります。ね、こういうね、フリーメイソンだとかね、イルミナティとかね、圭吾君が日々、発信していることをね、元にね、私たちはいろんなところへ行き、見てね、勉強をしています。ね、圭吾君っていうのはね、まあね、教科書みたいな、そういう人なんでね、まあ、聖人とでも言いましょうか。ね、そういうね、やはり日々ね、勉強をしている、ね、圭吾君の配信を見てね、私たちは感化されてます。ね、ここにね、でもみんなね、やっぱりね、圭吾君のあれを見て、集まってるんじゃないかなと思いますよ。ね、このね、休日だったり、ね、まあ時間を見つけて、みんなさんね、見に来てますね。今はね、こういうフェスティバルもやってますんで。そういうものを見つつね、圭吾君の配信からみんな勉強してますね。もうこういうのはね、子供の頃からね、みんな圭吾君の配信を見て、こういうところに来て日々勉強してるっていうことでしょうね。そういう、まあ、証拠ですね。ね、日本人がね、子供の頃からしてますね、鯉のぼり、ね、もうイルミナティですよ、これはフリーメイソンでありイルミナティですね。